サウンドジュリアです。今日はですね、ヤマハのレコードの空気録音の動画をアップさせていただきます。こちら、セッションというレコードなんですが、1972年にですね、日本楽器のヤマハが、評論家だったその菅野大彦さんの、若い頃、エンジニアとして、お願いしてですね、ナチュラルサウンドということで、菅野さんの好きなですね、アーティストと、あと、録音っていうことで、作ったレコードになります。非常に高質です。72年っていうと、テープレコーダーとかのですね、性能も80年代ほど良くないはずなんですが、さすがに、よく分かってるというか、オーディオバカの心ですよ。よく分かってるというか、なんか、こう聞いててですね、低音はベースに支えられて、あと中高域の方はですね、ドラムのダイナミックレンジが広く取ってあって、その立ち上がりの音とかですね、あとシンバルにハイハットの音が異様にハイレベルなんですよ。で、録音レベル間違うと、ハイハットとかシンバルで、クリップするので、最初ちょっとその辺を調整しまして、いつもより音量が低めに聞こえるかもしれないんですけど、こう波形の振り幅が多いんで、ちょっとそういう感じになってしまいます。で、録音機材はソニーの HDR-MV1 のミュージックビデオを使っておりまして、リニア録音ということになります。アンプはですね、AUD の707のメンテ上がり品ということで、絶好調なんで、これレコードのですね、プチノイズって、今からかけますのは、例えばフライパンにですね、油を敷いて、熱したところに水をピッて垂らすと、ピッてなるじゃないですか。調子がいいアンプ、また反応のいいアンプって、そういう、ピッてなるんですけど、反応が鈍いフォノエコとかアンプって、ボツボツ、ボツ、ボツみたいな、そういうノイズになるので、その辺も含めて、聞いていただきたいかなって思います。あとマスターテープアナログなんで、その転写によるそのドンドンドンって鳴った後にちっちゃい音になったりとかすると、転写音とかも聞こえてくると思いますので、聞いてみてください。ちょっとマイクを切り替えます。お待ちください。
聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、オーディオバカの心をよくわかっているというか、なんでシンバルとハイハットあんな強いんですかね。まあでも、オーディオ好きとしては聞きたいので、まあ面白いなと。あと、マスターテープの転写も、曲が始まる前とか終わり頃のですね、ドドドンってきた後のほとんど音が入っていないところで聞けたと思うんですけど、まあ鮮度も高くて、オーディオバカのおっさんがオーディオバカのために作ったレコードっていうことで面白いかなって思います。あと余談なんですけど、昨日のことなんですが、元山水の営業の方、まあ今山水ないので違うメーカーで営業されてるんですが、こちらにいらっしゃったので懐かしいものを見せてあげるってことで、これ見てもらったんですけど、わあ2代目じゃんっていうことでよく知ってましたね、さすがに。で、当時この D の707作った時にコストかけすぎて、作るべは作るほど儲からないアンプだったっていうことを言ってたのがやっぱ笑いましたね。まあ、今日は、菅野さんのアナログレコードを空気録音で聞いていただきました。今日は以上です。